リチャード・ロックスバーグはオーストラリア出身の俳優。ニューサウスウェールズ州オルベリー出身のドイツ系イングランド人を血を引く。オーストラリア国立大学卒業後、オーストラリア国立演劇学院で学んだ。1987年にテレビ映画でデビュー。1991年に映画デビュー。1994年の舞台、ハムレットで シドニー舞台批評家協会賞団優賞を受賞。1997年公開の Doing Time for Patsey Cline でオーストラリア映画協会賞主演団優賞を受賞。2000年頃からハリウッド作品に出演。ハリウッド作品では紳士的なタイプの悪役が多い。2007年にはエリック・バナ主演の Dear My Father で監督デビューを果たし、 オーストラリア映画協会賞監督賞にノミネートされた。1997年から女優のミランダ夫と交際2000年に破局。2004年9月25日にバンヘルシングで共演したイタリア人女優シルビアコロカと結婚。2007年2月に長男が、2010年に次男が誕生。ありがとうございます。